これから朝鮮巻きについてお話します。この朝鮮巻きの大きさですが、通常は2メートルぐらいのものが多いんですが、中には3メートルぐらいに成長する朝鮮巻きの木もあります。また特徴はですね、葉っぱが巻きの葉っぱに似ている特徴があります。次に常緑樹と落葉樹を分けますと、常緑樹の仲間になります。また成長が早いか遅いかを分けますと、遅い仲間になります。次に剪定の強さですが、この朝鮮巻きはあまり強い剪定に耐えることができません。それを踏まえまして剪定のポイントですが、通常は成長が遅いのもありまして、1年に20センチから30センチ程度枝が伸びた場合はですね、その伸びた部分を切り戻して形を整えることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。